潜水艦発射弾道ミサイルは射程に限らず潜水艦から発射する弾道ミサイルを指す。現用兵器はすべて核弾頭を装備する戦略兵器であり、爆撃機及び大陸間弾道ミサイルと並ぶ主要な核兵器運搬手段である。SLBM を搭載した潜水艦は弾道ミサイル潜水艦と呼ばれる。テスト発射されたトライデントアイミサイル第2次。 世界大戦の末期、ナチスドイツは、世界初の実用弾道ミサイルである A4V2 ロケットを防水キャニスターに収めて、有望。防水キャニスターは、上部がミサイル格納庫、下部がミサイル燃料タンクとなっており、必要に応じて有望とともに先行が可能だった。機器の製造も着手されたが、実現前に終戦となった。 弾道ミサイルが開発されたばかりのこの時期に、すでに潜水艦の隠密性を利用し、弾道ミサイルを持って敵地を吸収するアイデアが検討されていたことになる。冷戦初期のソ連ではズールー型潜水艦を改装し、核弾頭を備えた R-11FM ミサイルをセールに2機搭載した潜水艦を建造した。これが世界初の弾道ミサイル搭載潜水艦であり、 1955年9月に最初の死者が行われた。続いて、1958年には629型潜水艦が開発され、作戦配備についた。これらは通常動力であるため低速であり、定期的に浮上して空気を補充しなければならなかったほか、ミサイル発射にあたって海面に浮上しなければならなかったため、能力は限定されていた。 続く1960年には R-13、R-21 ミサイルを3機搭載したホテル型原子力潜水艦が収益する。しかし、ミサイルの性能は射程が R-21 では約 1400km しかなく攻撃のためには沿岸に接近する必要があった。防備が固められた沿岸に接近することは極めて危険であった。 1970年代に入り、射程の長い弾道ミサイルを搭載できるデルタ型原子力潜水艦の収益をもって能力が大きく向上することとなる。1945年に世界初の核兵器保有国となったアメリカ合衆国では、核攻撃任務は航空爆弾と爆撃機による組み合わせで実現されており、 アメリカ空軍による核兵器独占状態が続いていた。また空軍は1949年には無人爆撃機とも言うべき B-61 またドール巡航ミサイルの初飛行にも成功しており、1956年から開発が始まったう中距離弾道ミサイルは1957年には初発射されている。アメリカ陸軍はフォンブラウンらを迎えて、 レッドストーン短距離弾道ミサイルを開発していたが、開発は進展せず、その配備は1958年までずれ込んだ。また、アメリカ海軍は、大型の航空爆弾を搭載する大型の攻撃機とそれを搭載する超大型航空母艦、ユナイテッドステイツの建造計画を持っていたが、空軍の横槍もあって1949年に、計画が頓挫していた。海軍は、 日本海軍の技術を参考にしたと言われるクレーバック級潜水艦とそれに搭載される潜水艦発射巡航ミサイルであるレギュラスアイを開発しており1958年に収益させたものの発射には浮上が必要などソ連のゴルフ型潜水艦と同様にその戦略的価値には疑問があるものであったそして1955年に陸軍と海軍は共同で ジュピター中距離弾道ミサイルの開発に着手する。その後海軍はジュピターから手を引き、独自にポラリス SLBM を開発することとなる。そんな中、1955年に世界初の原子力潜水艦ノーチラスの開発に成功したアメリカでは、1960年にはスキップジャック級原子力潜水艦の設計をもとにポラリス SLBM を搭載する。 ミサイル区画をはめ込んだ SLBM、搭載原子力潜水艦、ジョージ・ワシントン級を収益させた。SSBN の収益を急ぐアメリカ海軍は、仙台上で建造中のスキップジャック級潜水艦の3番艦を改造して、ジョージ・ワシントンを建造したのであった。ポラリスは先行中の潜水艦から発射可能な、全弾固体燃料の弾道ミサイルであり、海洋から、 内陸の目標が攻撃できるようになったため、ミサイルプラットフォームとしての潜水艦の価値を飛躍的に高めることに成功した。また、潜水艦の動力が原子力機関となったことで、作戦行動範囲や速度が大きく向上したほか、潜航時間が長くなったことで隠密性が増し、他の各攻撃手段に比べて、生産性が際立って大きくなることとなった。 一方で移動するプラットフォームである潜水艦から発射される弾道ミサイルの命中精度は陸上配備の大陸艦弾道ミサイルに比べて一段、劣り、搭載艦のサイズに由来するミサイルのサイズの制限は射程とペイロードの減少をもたらし、結果的に ICBM に比べて短射程で低威力の弾頭しか積めないこととなる。第一撃として敵の高火サイロを攻撃するためには、 精度、威力ともに不足していたため、いわゆるアメリカの核の三本柱にあって SLBM は都市を目標とする第二撃以降の報復攻撃兵器として位置づけられていた。米ソ以外の核兵器保有国では、開発のしやすい航空爆弾としての核爆弾を第一の装備とし、陸上配備の弾道ミサイルを第二装備とすることが多かった。 冷戦終了後の軍備縮小に伴って敵の攻撃に脆弱なこれらの核兵器は縮小傾向にある。一方で優れた生産性を持つ SSBN は SLBM の性能向上もあって次第に核戦力の主戦力とみなされるようになり各国とも海軍を自国の核戦力の中心にシフトさせつつある。SLBM は原子力潜水艦に装備しなければ 価値を大きく減じることになるが、もともと潜水艦の開発、建造ができる国家は少なく、さらに原子力機関の開発が可能な国家は限られる。21世紀初頭まで SLBM を運用する国家は5カ国に限られていたが、インドが開発に成功したり、朝鮮民主主義人民共和国が開発に着手するなど、情勢の変化が見られる。 SLBM を搭載する SSBN の運用は攻撃型潜水艦に比べて大きく異なり独特のものがある。その運用は先駆者であるアメリカ海軍の影響が強いこともあって各国とも概ね同様の運用形態をとっている。高価な SSBN は多数を建造できず最小限の数をもって効果的な戦略パトロールを実施するためには 艦の運用効率を高める必要がある。このため一隻の SSBN に二つ以上の運用チームを割り当て、交代で戦略パトロールに出る方式をとっている。数回のパトロールごとに整備のために艦独入りし、その間は他の艦がパトロールを続ける。一隻の SSBN を常時戦略パトロールに出すためには四隻の SSBN が必要となる。内訳は、 作戦中一隻、整備中一隻、作戦領域へ進出中、または期間中外一隻、予備一隻である。作戦中の艦は事前に指示された、特定の海域において、敵の攻撃型潜水艦の探知を避けつつ、隠密行動を取りながら、実際のミサイル発射に備えて、発射模擬演習を繰り返す。ミサイルの点検は、数時間に1回以上の頻度で行われる。 攻撃型原戦などが SSBN を警護することも多い。SSBN にはミサイル整備施設が必要なため専用基地となるケースが多い。潜水艦自体のドック入りに合わせてミサイルの整備が行われる。ミサイルは潜水艦の発射管から引き出され、整備施設に運ばれて機能が検査される。通信のために浮上することのないように、 SSBN への指令は海中にも届く電波である超超波が用いられる。VLF は波長が極めて長いため、その発信にはアンテナ延長が数キロにもなる巨大な無線基地か E-6 マーキュリーのような空中に長大なアンテナを転調する通信中継機が必要になる。また、VLF は 情報の伝達に長時間を要するため文章そのものではなく暗号化された通信不調のみの送信となる。この不調は国家の最高機密である。SSBN は定期的に VLF の到達可能深度まで浮上して司令部と連絡を取っているが一定以上の連絡途絶が確認されれば司令部が攻撃を受けて全滅したと判断され、艦長と幹部の判断で ミサイルの発射が許可されていると言われている。通信によってミサイル発射が指令されると、あらかじめ有事に備えて与えられている作戦計画の封印が解かれ、まず発射深度まで潜水艦が浮上する。次に艦長と幹部が抗議し、パスワードや鍵を使って安全装置が解除され、発射担当者によって、 ミサイル発射管を覆う整流用外扉と発射管の耐圧扉が開放される。発射管内部のミサイルと外扉の間には柔軟な素材で作られた防水被膜があり、発射深度での水圧に耐えるようになっている。艦長によってミサイル発射ボタンが押されると、まず発射管下部のガス発生装置が高圧ガスを発生させ発射管に送る。発射管内部のミサイルは 下からの高圧ガスによって発射管から防水被膜を突き破って打ち出され海中を上昇して海面上に飛び出す。高圧ガスにはミサイルを海水から保護する役割もある。海面上数メートルまで達すると第一弾のエンジンが点火しミサイルが上昇を開始する。以降は ICBM と同様な飛行経路を通って目標へ到達する。 弾道ミサイルは発射プラットフォーム安定が命中精度に大きく影響するため SSBN には巨大なジャイロが搭載され発射にあたってこれを回転させ船体の安定を図る方式が取られている以下は開発運用された SLBM の一覧であるアメリカでは SLBM と SSBN を個別に開発し敵に組み合わせることで運用してきたポラリスはアメリカで 最初の SLBM であり、固体二段式ミサイルで A-1、A-2、A-3 の3つのバージョンが、ジョージ・ワシントン旧原子力潜水艦や E3 アレン旧原子力潜水艦などで運用された。ポセイドンは、ポラリスの後継ミサイルで、固体二段式ミサイルだった。ポセイドン C-3 では、射程は、ポラリスと同じながら、命中精度が向上し、 マーブとなった。ポラリスを乾燥したほかラファイエット級原子力潜水艦に搭載されて運用された。トライデントにはポセイドンの射程延伸を目指して開発された C-4 と能力向上型の D-5 のバージョンがある。いずれも個体3段式ミサイルである。C-4 はラファイエット級とオハイオ級全機立増艦8隻に搭載され、 D-5 は後期立て増艦10隻に搭載されて運用されている。D-5 は C-4 に比べて射程が大きく延伸し、転速による命中精度の向上や搭載能力の向上による大型大威力の核弾頭によって高果サイロを攻撃することが可能になった。このため報復だけではなく先制攻撃にも使用できる核兵器となった。 冷戦が激化した1980年代にあって、トライデントの登場は、当時のソ連にとってアメリカの挑発と受け取られていた。ソ連では、SLBM と潜水艦をセットで開発して運用した。単弾頭の液体一弾式ミサイル。ズールー型潜水艦に搭載。単弾頭の液体一弾式ミサイル。ゴルフアイ型潜水艦。ホテルアイ型原子力潜水艦に搭載。 単弾頭の液体二段式ミサイル。ゴルフ2型潜水艦。ホテル2級原子力潜水艦に搭載。単弾頭、及び複数弾頭の液体二段式ミサイル。ヤンキー I 型原子力潜水艦に搭載。単弾頭の液体二段式ミサイル。デルタ I、デルタ2型原子力潜水艦に搭載。マーブの液体二段式ミサイル。デルタ3型原子力潜水艦に搭載。 マーブの液体三段式ミサイル。デルタ砲型原子力潜水艦に搭載。マーブの液体三段式ミサイル。デルタ砲型原子力潜水艦に2007年により、順次搭載。マーブの固体三段式ミサイル。タイフーン型原子力潜水艦に搭載。トライデントを量駕するミサイルを目指して開発されたが、性能が思わしくなく、また冷戦が終了したこともあって、 台風型と共に退役。新型 SLBM。マーブ化された固体三段式ミサイル。RT-2PM にトーポリエムの関西型。ボレー型原子力潜水艦へ搭載。アメリカからの空中発射弾道ミサイル導入に失敗した結果、代わりに SLBM を導入し、4隻の SSBN に搭載して運用している。イギリス製核弾頭を搭載する。 ポラリス A-3 レゾリューション級原子力潜水艦に搭載されて運用されたイギリス製核弾頭を搭載するトライデント D-5 バンガード級原子力潜水艦に搭載されて運用されている他の核ミサイルとの比較左がスナルと M4 ミサイル右がスナル NG と以前の M45 ミサイルと現在の M51 ミサイルフランス海軍はアメリカの技術支援の下、SLBM を自主開発している。MSBSM1、M2、M20、M4、M4A、M4 バイトがランフレクシブル急原子力潜水艦に搭載されて運用された。複数弾頭の個体3弾式ミサイルでルトリオンファン急原子力潜水艦に搭載されて運用されている。 M4 の後継として開発中だったが、1996年、計画中止。M5 の機能限定型。2010年配備開始。中国は SLBM を独自開発し、5隻の SSBN で運用している。したがってその能力は未知数である。キョロ1号は単弾頭の個体に弾式ミサイルで、夏休原子力潜水艦に搭載されて、運用されている。 射程延伸型の JL-1A が開発済みとされている。射程2150キロ、単弾頭。射程8000キロ、マーブ3から8発搭載新型の、東急原子力潜水艦用に開発中。SLBM を独自開発し、SSBN で運用している。射程700キロ、単弾頭。 短弾頭のミサイルで、射程は短いが、タイパキスタン抑止戦略には十分と判断された模様である。INS アリハント S73 に搭載されて、運用されている。射程3500キロ対中国抑止戦略のため、開発中と伝えられるが、詳細は不明。2015年5月以降、海中からの発射に成功したと複数回発表した SLBM。 NATO コードネームは KN-11。北朝鮮により公表された画像の一部が編集、合成されていたり、発射プラットフォームが潜水艦でなく発射塔であったりする可能性も指摘されているが、2016年8月に探知された発射では約300マイル飛行したとアメリカ戦略軍が公表している。2019年10月2日、海中から 発射実験を行い日本海に着弾した。日本の防衛省によると最高高度900キロのロフテッド軌道で打ち上げられ、通常軌道を使えば射程2000キロ程度に達するとみられている。また北極星1号、2号と違い弾頭を覆うシュラウドが付けられ海中での抵抗を減らす改良を行っていることが確認された。2020年10月の軍事パレードで登場。 ありがとうございます。